ロジャー・メイウェザーは、アメリカ合衆国の元プロボクサー、元トレーナー、元 WBA 世界、スーパーフェザー級王者、元 WBC 世界、スーパーライト級王者、世界二階級制覇王者。ロジャーは三人兄弟の時系で、長兄はフロイド・メイウェザー・シニア、マッテイはジェフ・メイウェザー、長兄の息子はフロイド・メイウェザー・ジュニア。選手引退後は、 メイウェザー・ジュニアのトレーナーを長く務めていたが、2013年頃からパンチドランカーを患い、昔の記憶の大部分を喪失し、メイウェザー・ジュニアのことを誰か認識できないほど症状が悪化していた。1981年7月29日、1回 TKO 勝ちでプロデビュー。1982年10月23日、13戦目でルーベン・ムニョスに判定勝ちし、 は全米ライト級王座を獲得1983年1月19日、15戦目で WBA 世界スーパーフェザー級王者サムエル・セラノに挑戦し、8回 TKO 勝ちで無敗のまま王座を獲得。以後、2度の防衛に成功した。1984年2月27日、ロッキー・ロックリッチと対戦し、1回小負けで王座から、陥落。 初黒星を喫した。1985年7月7日、WBC 世界、スーパーフェザー級王者フリオセサールチャベスに挑戦するも、2回、TKO 負けで、王座獲得に失敗した。1987年3月28日、ナブフ、北米ライト級王座決定戦で、パーネルウィーテカーと対戦し、0から3の、判定負けで、王座獲得に失敗した。 1987年11月12日、WBC 世界スーパーライト級王者、レネ・アルレドンドに挑戦し、6回小勝ちで王座を獲得、2回級制覇に成功した。以後、マウリシオ・アセベス、ハロルド・ブレイザー、ロドルフォ・ボンゼアレス、ビニー・パジェンサを相手に4度の防衛に成功した。1989年5月13日、5度目の防衛戦で、 フリオセサール・チャベスと対戦し、10回 TKO 負けで、王座から陥落した。1991年12月7日、IBF 世界スーパーライト級王座決定戦で、ラファエル・ピネダと対戦し、8回小負けで、王座獲得ならず。1995年6月25日、IBF 世界スーパーライト級、王座コンスタンチン中に挑戦するも、0から3の大差判定負けで、 王座獲得に失敗した。1999年5月8日の試合を最後に引退した。選手引退後は、老いである、フロイド・メイウェザー・ジュニアのトレーナーとなった。麻薬の密売で収監されていた、フロイド・メイウェザー・シニアが刑務所から出所する1998年まで、メイウェザー・ジュニアのトレーナーを務めていたが、出所してきたシニアとトレーナーを変わることになる。しかし、 2000年3月18日の、グレゴリオ・バルガス戦の後、メイウェザー・ジュニアがシニアを解雇すると、再び、ロジャー・メイウェザーがトレーナーとして復帰した。2006年4月8日、メイウェザー・ジュニア VS、ザブ・ジュダーの IBF 世界ウェルター級タイトルマッチで、10回に、メイウェザー・ジュニアがジュダーのローブローとラビットパンチを受けて、倒れると、ロジャーが、リングに入り相手セコンドと乱闘になった。 試合は一時中断された後に続行され、メイウェザー・ジュニアが判定勝ちを収めたが、試合の5日後にネバダ州アスレチック・コミッションは、試合の裁定は覆さなかったが、ロジャーに対し20万ドルの罰金と1年間セコンド禁止のサスペンドを課した。2006年、息子の母方の祖母に暴行を働いたとして、刑務所に収監される。 このため2006年11月のカルロス・バルドミールセンはメイウェザー・ジュニアに別のトレーナーがついたが試合前に刑務所の中からメイウェザー・ジュニアにアドバイスを伝えるロジャー・メイウェザーの映像がテレビ中継で使われた2009年8月元教え子の女子ボクサーに暴行を働き刑務所に6ヶ月間収監される2013年9月サウル・アルバレス戦ではロジャーに代わり メイウェザーシニアが、ジュニアのトレーナーに着いた。この頃から、パンチドランカーと糖尿病を患い、メイウェザージュニアの幼少期やシニアの出所の2年間を除き、長い間メイウェザージュニアのトレーナーについてきたが、健康状態が優れないことから、トレーナー業を廃業した。その後も、廃会から、行方がわからなくなって、ジュニアが街中を探し回ることや、 警察へ捜索を依頼することがあるなど症状は悪化していた。パッキャオ船の前日には MGM グランドから自宅まで20マイルもの道のりを一人で徒歩で帰宅していた。マクレガー戦試合当日にも徘徊から一時行方がわからなくなっていた。2020年3月17日死去。糖尿病や合併症を患っていた。ありがとうございます。